今回は癒しエリアケージクラスにお邪魔しています。それではケージクラスの中村ケージさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さんはどういった事業を展開されているのですか？はい、宇都宮市内でですね、美容室を経営しておりまして、平成元年にオープンしまして、今年でちょうど丸30年を迎えます。市内には3店舗ございまして、ちょうど2年前にですね、この豊かな自然のある豊里町に本店を移転いたしまして、今年で、2年になります。はい、クラフト市当日、ここケージクラスは癒しエリアということですが、どのようなエリアになるんでしょうか？はい、美容室の特徴を生かしてですね、まずこの店内では、ワンコインでできるヘアアレンジとか、クイックのヘッドスパ、ネイルですね、これをこう店内で行いまして、お庭の方では、約20店舗のですね、癒しブース、アロマであったりヒーリングであったり、美容室の材料屋さんが集まってですね、美容商材をちょっとお安くお得な値段で、お分けしていただいてですね、あとは飲食店の方では、ご近所の並ばなくては買えない慶華さんのケーキとか、予約待ち殺到のグリーンデンベルクさんのケーキとか、あとは隣の新山整体さんのスペシャルマッサージとか、もちろん癒しブースの中でもいろいろ来るんですけれども、当日はもっとスペシャルなおもてなしができるかと思います。もう一つ大きな目玉はですね、この近くのファミリーマートというところの横のすぐ隣の田んぼなんです。今年初めて、ドロンコフェスというところで、中でドッジボール大会とかですね、いろんなこうドロンコ、田んぼに水を張って、ドロンコ遊びができるということですので、皆さんもぜひ参加する方は着替えを持ってですね、参加していただけるとありがたいなと思います。皆さんお待ちしてます。